ロベルト・ベッテガは、イタリア・ピエモンテ州トリノ出身の元サッカー選手。ポジションは FW。相性は、彼が銀髪であったことからペンナ・ブランカ。1970年代のユベントスを象徴する選手。184cm78kg という、恵まれた体格を生かし、空中戦にその力を発揮した。1969年のバレーゼへの移籍をきっかけに、 その能力を示し始め、1970から71シーズンからユベントスのレギュラーとして活躍。1971から72シーズンに自身初めてとなるスクレットを獲得し、1976から77シーズンに UEFA カップで優勝した。その後もユベントスの中心選手としてピッチに君臨した。1979から80シーズンには、 セリエ A 得点王に輝いた。1983年にユベントスを去るまで7度のリーグ優勝、2度のコッパイタリア優勝、1度の UEFA カップ優勝をチームにもたらした。イタリア代表としては、1978年のワールドカップアルゼンチン大会において1次リーグのハンガリー戦、アルゼンチン戦で、それぞれ1ゴールを挙げた。引退後、経営者としての道を歩むために、 海外修行を行い、彼の流暢な英語はその時に身につけたものと言われている。その後、ユベントスの副会長や G14 の会長を務めた。カルチョスキャンダルが発覚すると、その解決のために奔走し、騒動集結後にユベントスの副会長の座を辞した。息子のアレッサンドロ・ベッテガもサッカー選手である。ありがとうございます。